ここは新橋の東京 BRT 乗り場。東京 BRT ではこの春から選手村跡地晴海フラッグへの新路線を改良しました。赤線 BRT7 系統がその新設路線です。乗り場は国際展示場方面ではなく虎ノ門ヒルズ方面として利用されている乗り場と兼用です。 R008 号車で晴海フラッグに向かいます。新橋を出発。途中までは国際展示場方面の幹線ルートと同じルートを進みます。今放送でもあったように勝どき BRT は通過となります。幹線ルートの車両とすれ違い、月島警察署前交差点まで同様のルートです。晴海フラッグが見えてきました。2020年東京五輪の選手村跡地を再活用して生まれた地域です。次止まります。バスが完全に停車するまで席を立たないでください。月島警察署前交差点を右折。ここで幹線ルートとお別れ、選手村の看板が残されています。今画面に映っているのは中央地区清掃工場。この清掃工場で排出された余熱はバス停名にもなっている交流センター晴未来で活用されているそうです。お待たせいたしました。晴未来に到着です。晴未フラッグ内には都営バスも走っています。晴未ふ頭公園に到着。名前の通り晴未ふ頭公園の最寄りバス停です。晴海ふ頭公園は交差点の前方から見ることができます。終点の晴海フラッグ、晴海5丁目ターミナルという別名もあります。ターミナル内にはバス駐車スペースもあります。到着後は先ほどの駐車スペースへ。撮影時は整備中だった BRT 乗り場、現在はこちらが使用されているそう。こちらも撮影時は準備中となっていますが、現在は都営バス、江戸バスともに乗り入れが始まりました。晴海フラッグ内の様子を見てみます。高層マンションの他にも商業施設や小中学校も設置されます。このおしゃれな建物が小中学校だそうです。晴海ふ頭公園に来てみました。あちらが先ほど通ってきた道です。
東京 BRT で晴海フラッグに行く。今回はこの辺りで。